ビゼンワークスのバーンド FV、コリーナ・ウッドをご紹介いたします。このビゼンワークスですけれども何度かご紹介をしておりますが、坂本さんというね、元ゼマイティスのトップビルダーの方が独立して作ったギター工房になります。今回入会いたしましたこの FV ですけれども、まあ、パッと見てお分かりいただけるかと思いますが、ギブソンのフライング V をモチーフにしたモデルではありますが、細かいところはビゼンワークスのオリジナリティが盛り込まれています。まずですね、このご覧いただいてお分かりになると思いますが、このナチュラルのボディですけれども、これコリーナウッドなんですね。もう作られなくなってしばらく経ちますが、このコリーナウッド非常に希少な材でありまして、これをセンターで合わせた2ピースのコリーナボディになります。裏返してみますとですね、やっぱりこの木目がよく見えるんですけれども、この側面にですね平行に目を取った、まあ昔の1958年にプロトタイプで作られたものと同じような生地の取り方をしているというのがセンター2ピースで合わせてある。こちらのネックですけれども、こちらもワンピースのコリーナウッドなんですが、こちらも綺麗に目が揃っていますが、こうちょっと角度を変えますとトラ目がこう出たりしておりますので、非常にいいところを使われているのが分かります。そしてこのスティンガーですね、こちらも私どもでオーダーしたものでございます。こちらのですね指板なんですけど、これもまたハカランダでございまして、このビゼンワークス公式ホームページでも発表しておりますが、今ハカランダでのオーダーは受け付けていないということですので、こちらも最後の入荷になるかなっていうちょっと感じがいたしますね。非常に希少なんですけれども、この黒黒としたね色合いのハカランダ、非常にいいところを使っているのが分かります。ヘッドも1958年スタイルで、ちょっと真ん中がね尖った感じのものになります。こちらのピックアップもビゼンワークスのオリジナル、こちらも50年代のハンバッカーに似せた出力の仕方をする、まあ、よくシミュレートされたピックアップになりますね。ブリッジは ABR1 タイプ、そしてこの弦のローディングですけれども、これも裏通しなんですけども、この V 型にねローディングしているので、多少やっぱりテンション感が通常の V とは違うようです。こちらのスイッチは3ウェイトグルスイッチ、こちらでフロントピックアップ、これでミックス、そしてこちらでリアピックアップがなります。ノブは2ボリュームの1トーン、こちらがフロントピックアップのボリューム、そしてこちらがリアピックアップのボリューム、そしてこちらがマスターのトーンコントロールになります。それではフロントピックアップから音を聞いてみましょう。ミックスポジションになります。それではリアピックアップです。
厳選されたコリナウッドで、全体の重量は 3.47 キロという、ね、重さで収められておりますが、通常のやっぱり、マホガニボディと比べて、やっぱり肺の抜けが全然違いますね。弾いてて遠くまで音が飛ぶような気がします。希少材のコリナウッドと図らんだ指板、ぜひお試しください。